皆さんこんにちは。ナチュロパスのさやです。いかがお過ごしでしょうか。今日もお聞きくださりありがとうございます。今日はですね、題名にもある通り、題名まだ決めてないんですけれどもとにかく、体が元気になるエネルギーを与えてくれる食べ物トップ3ということでお話をしたいと思います。結構ね、普段ね、体の働きなんかをすごくね中心にお話をさせていただいているんですけれども、ナチュロパスの仕事はもちろんね、体の機能を戻すことが仕事なんですけれども、結局何が大切かって毎日食べる食べ物にかかってくるんですよね。ですのでね、もう栄養学とやらいうやつをね、私は5年ほどかけて学びましたので、どんな食べ物がいいのかね、そういったこともたまにはお話ししたいなと思います。たまにはと言わず結構お話ししていこうかなと思っております。はい、私のことを知らない方のためにちょっと、最初に自己紹介をさせてください。私はオーストラリアのケアンズというちっちゃい町に、住んでおります。こちらで、日本でいう自然医療療法士ナチュロパスという資格を持っておりまして、自身のクリニックで毎日診察をしています。で、このナチュロパスのクリニック、何かというと日本の総合医療、統合医療といったところで、いろんな科、皮膚科、消化器科、内科ありますよね。いろんな体や心のお悩みに対して相談できるクリニックとなっております。しっかりとね、最初特に初診はね1時間ほどいただくんですけれども、しっかりとその方のお悩み、そしてこれまでの経歴だったり、育ってきた環境だったり食べ物だったりね、いろいろお話を聞いて、何をするかというと、もちろんねお悩みを、症状をすぐね抑えてあげることも大事なんですけれども、そういったね症状に二度と困らないような、そういった根本治療というのをやってるんですね。結局どうするかというと、そういったお話を伺ったり、必要によってはね血液検査だったり検便だったりしていただくんですけれども、しっかりとねデータをもとに、なんでそうなってしまったかっていうね根本の原因を突き止めるお手伝いをまずはします。そして根本の原因が分かったところで、じゃあこれをどうやって健康な状態に戻していこうかな、どこからやっていこうかなという感じでね、その方のペースに合わせて治療をしていきます。はい、なんか例があるかなと思っているんですけれども、結局腸内とかが分かりやすいかな。でも昨日も腸内の話したしな。はい、じゃあ今日は貧血にしようかな。例を出すと、すごくね貧血で悩んでる患者さんってめちゃくちゃ多いんですよ。そしてしまいには貧血でお悩みで来られたんじゃなくても、実は血液検査をしてみるとめちゃくちゃ貧血だったっていうね、そういった方もいらっしゃいます。特にねうつなんかの方っていうのは、実は貧血が本当の原因だったりするんですよね。なんでね、やっぱりねしっかりと全身の健康をチェックするのはすごく大事なことなんですけれども、例えばねこの貧血、もちろん、鉄剤なんかねサプリメントで出すこともできますし、出してはいるんですけれども、なんでそもそも貧血になったのかというところをねしっかりと考えていくにあたって、特に女性の方でしたら、経血の量はどうなのか、もしもね経血の量が多いようであれば、異常であればね、やはりホルモンバランスを整えていく必要があります。逆に、血をね鉄分を餌とするピロリ菌だったり、それから腸内の悪玉菌だったり、そういったねいらない細菌たちが、腸内で、繁殖している可能性もあるんですね。これはね本当に人それぞれちょっと違うのでね、調べてみないとわからないんですけれども、そして人によっては、腸内の壁、やっぱりね腸内の壁で栄養って吸収されるんですけれども、この壁が荒れてしまっていたり、いわゆるリーキーガットであったりね、そういった方は、鉄、とってもいいんですけれども、この壁の荒れを直さないことには一生貧血を続く可能性があるんですね。ですので、腸の荒れが本当の原因だと分かったら、まずはこの腸の壁の荒れを補修していくことを同時にやっていきます。そんな感じでね、とにかく根本治療という、ただただ対処療法じゃないんだよっていうね、そういった、治療方法をナチュロパスはやっています。さて、ちょっと前置きが長くなってしまいましたけれども、本題に入りましょう。さて皆さんどうでしょうか？元気ですか？元気じゃないでしょうか？結構ね、診察の前の問診票には私は今の元気さをレベルで言うとどれくらいですかっていう風に書いていただくんですけれど、朝起きた時、それから昼間、そして夜どれくらいですかという質問をさせていただきます。人によって本当これ様々で、もう朝がマジでやばいという人もいれば昼間ね、3時ぐらいから急にドーンとエネルギーが落ちる、そんな方もいらっしゃいます。実はね、これそれぞれね、背景と理由があるんですよ。なんで私からしてみれば、実はそれを聞いただけで大体何が起こってるのか分かるんですけれどもね。でもね、今日はとにかくその食事にフォーカスをするということで、このエネルギー、元気ですね、元気さどうなのかというところですが、特に、今日はですね、皆さんの脳の元気、結局やる気、集中力、ぼーっとしない、イライラしない、すごくハッピーでいられる、そういったところに、集中してお話をしたいと思います。早速ですけれども、もうね、トップ3って言っちゃってるんで、今日は食べ物3つ、ぜひこれは毎日食べてほしいというものを、あげたいと思います。早速1つ目です。まずはね、野菜チームから1人出てきました。ズバリほうれん草です。なぜかというと、もちろんね、食物繊維たっぷりだし、明らかにね、緑なので栄養素が多そうなのはわかるんですけれども、やっぱりね、ほうれん草って葉酸だったり他のビタミン群が結構多いんですね。で、葉酸って聞くとね、妊娠中の方だけってね、思われる方かなりいらっしゃるんですけれども、この葉酸っていうのがなかったらですね、脳みそ動きません。それから葉酸っていうのがないと、人間の体はね、血を作ることができないんですね。なんでさっき言った貧血なんですけれど、鉄だけ取っていても葉酸が不足しているのであれば、貧血は治らないという話なんですね。それから、もう一つ、その、貧血なんですけれど、このほうれん草、鉄分もね結構入っているんですね。正直ね、やっぱり赤身のお肉とか、それからレバーとかの方がもっと、鉄分は取れるんですけれども、なんとね、この緑の野菜にも鉄分が含まれているということで、まずは一つ、ほうれん草、ぜひ毎日食べてほしいものの一つですね。で、ちょっと注意したいのが、ほうれん草、このビタミン類っていうのは加熱すればするほど飛んでしまうんですね、養分がね。なんで私が結構やるのは、茹でるんじゃなくって洗ってそのままボウルに入れて、上からちょっとケトルっていうんですか、ポットで沸かしたお湯をジャーっとかけてすぐに出す、それぐらいで結構大丈夫です。なんでね、グツグツと茹でている方、どんどん養分も流れてしまいますので、スープとかに入れるんだったらね、スープとかお野菜、あと何でしょう、お味噌汁とかね、一緒にお汁も飲むんだったらいいですけれども、それを流してしまっている方、養分も一緒に流してしまっているのでご注意ください。はい。というわけで、1つ目はほうれん草。で、2つ目です。2つ目、ズバリアーモンドです。ナッツっていうのはどうでしょう、皆さん食べる習慣がある方は結構ポリポリ食べてらっしゃるかもしれないですが、私も結構普段からね、 ABC を食べてくださいって言ってるんですが、A アーモンド、 B ブラジルナッツ、 C 歌手、この3つです。なぜこの3つがいいかというと、やっぱりね、この子たちとってもいいタンパク質の源なんですよね。タンパク質ないと、つまりは何でしょう、車でいうガソリンですね。体のガソリンがないことになるので、ナッツを食べるっていうのはガソリンを給油するのと同じ感じです。でさらに何でしょう、砂糖とかね、カフェインとか結構食べてしまいがちな方、それはね、体がエネルギーがない証拠なんですよ。でこの砂糖とかカフェインってエネルギーをバーンとすぐに与えてくれはするんですけれど、全然長持ちしない、もうめちゃくちゃ短距離走者なんですよね。それに比べてタンパク質っていうのはかなり、長時間長距離でね、エネルギーを、ずっとこう供給し続けてくれる、とってもいい栄養素ということで、このナッツたちとってもおすすめです。でちなみにね、ナッツタンパク質だけかというとそういうわけではなくって、なんで第2位なのかというと、いろいろありますけれども、何からいこうかな。まずはミネラルからいこうかな。ビタミン、さっき言ったビタミン類だったり、それから、ミネラル分もたくさん入っています。ビタミンミネラルってね、よく聞くけれど、結局体でどこに必要なのか知らない方たくさんいると思いますが、めちゃくちゃ仕事してくれるんですよ。言ったら、鍵とロックと鍵みたいな感じで、何か一つの仕事を体の中にするにあたって、そのね、その一つのビタミンだったりミネラルがカチャッとね、鍵を開けてくれるような、そういった存在になっているんですね。なのでビタミンミネラルがないとその鍵がね、開かないので、なかなか仕事がうまくできない、そういったイメージ持ってもらえたかな。説明大丈夫かなそんな感じです。あとはね、ナッツいいのがオメガ3ですね。脂肪酸です。こちらも毎日取らないといけない栄養素になってますので、ナッツを取ることでタンパク質、脂肪酸、オメガ3、それからビタミン、ミネラル、なんと全部いい感じに取れてしまうっていうのがナッツなんですね。素晴らしい。さて、3つ目です。これはね、日本人の方は結構大丈夫かなと思うんですけれども、ズバリお魚です。特に、サーモン、イワシ、それからサバ、このね、冷たい海で取れたこのお魚っていうのは、さっき言った脂肪酸、オメガ3がたくさんね、含まれている、魚なんですね。逆に言うと、熱帯で取れるような魚っていうのはオメガ3の含有量がかなり少ないんですよね。オメガ3ね、最初に言った通り、今日は脳の働きについて、脳が元気に育つかどうか、脳が元気でいられるかどうかっていうお話ですので、オメガ3ね、ないとこれまた脳みそ動かないんですよ。で結構妊婦さんを経験された方だったり、妊活中の方はね、すでにご存知かと思いますが、赤ちゃんの脳の発達にめちゃくちゃ大事っていうのは聞いたことがありますね。 DHA なんていう言葉で聞いたことあると思うんですけれど、つまりはですね、この DHA、 これもオメガ3の一種なんですけれども、脳のね、何パーセントだったか 97% ぐらいに DHA っていうのは集まってるんですよ。つまりそれほど脳の働きに脂肪酸、オメガ3はとっても大事ということなんですね。ちなみにこのオメガ3やら DHA やら脂肪酸で、ちょっと何が何かわからんとこんがらがっている方もいらっしゃるかもしれませんが、わかりやすく言うとですよ、全部一緒です。はいというわけで、脂肪酸、オメガ3もしくは DHA、 全部一緒です。細かく言うとちょっとずつ違うんですけれど、今日は全部一緒ということでまとめてですね、これは、三大必須栄養素の一つなんですね。つまり、人間は口から何かしらね、こう食べ物とかで口から入れないと体の中では作れない栄養素だからこそ毎日食べる必要があるものなんですね。三大栄養素というくらいですから、この脂肪酸の他にさっき出たタンパク質、それから炭水化物、この3つが、体のガソリンとなるわけなんですね。でもね、3つともね仕事が違いますので、どれが欠けてもいけないんですね。はい、というわけで3つ目はお魚、特に、サーモン、鮭、それからイワシ、それから、もう一つ何でしたっけ、イワシですね。はい忘れました。あれ、サーモン、イワシ、それからサバでした。失礼しましたはい、というわけでね、特にこの3つ、缶詰とかでも大丈夫ですよ。そしてできたら天然のものを使ってください。というのもね、やはり養殖になってしまうといろいろね、こう薬を食べて彼らは育っているんですよ。特に嫌なのが抗生物質。やっぱりお魚がね、こう病気になってもらって困るということで、病気でもねお魚に抗生物質を与えているところもどうやら残念ながらあるみたいなんですね。で、この抗生物質を食べて育った魚、ちなみにこれお肉たちも一緒ですけどね、それを人間が食べてしまうと、そのね薬の作用だったり薬で育ってしまったそういった性質がそのまま体に吸収されてしまって、結局、免疫力に変化が出たりとかですね、あんまりいいことないんですね。なので、できたら天然のものを使ってくださいということです。というわけでいかがでしょうか。トップ3、元気になるための食べ物ですね。1つ目はほうれん草、2つ目はナッツ、特に ABC、 アーモンド、ブラジルナッツ、カシューナッツ、それから3番目はお魚、特に鮭、イワシ、サバ、この3つがおすすめということです。あと最後にね、ちょっと補足なんですけれど、逆にこう脳みそが疲れている、集中力がない、イライラする、疲れている、いつもしんどいという方、逆に避けるべきものを、言いたいと思います。3つあります。コーヒー、砂糖、ソフトドリンク、レッドブルとかそういうものもですね。いかがでしょうか。そっちに結構走ったりしていませんか。ちょっと自分の生活を見直してみてください。はい、皆さん集中力ね、ぜひ高めて毎日楽しくやっていきましょう。というわけで今日は以上です。最後までお聞きくださりありがとうございました。明日は何について語ろうかな。なんかリクエストとかあったらまたぜひ、コメントだったり DM どしどしお寄せください。よろしくお願いします。ナチュロパスのさやでした。素敵な一日をお過ごしください。